ご紹介いただいた飛田俊太郎と言います広島の陸軍病院に赴任したのは28歳の時です。でそれから66年経ちましたから、今94歳です。まあ広島の体験者ということと、医者ですから自分が被爆してひどい目に遭ったという体験ではなくて、たくさんの人をね、死ぬ時みんな私が手を握ってあげたり、まあ、やけどして触るとこがないと、やけどしてないとこにちょっとこう手を当ててね、それで見送ったという数がもうたくさんあります。でそれからあと本当は家に帰ってね、もうそういうことと縁なく医者の仕事を本来はすべきだったんですけれど、帰れないんですね。現地にお医者さんは元気なのはいないし、結局せがまれて、広島近辺で、被爆をした人のお世話をずっとしてました。たまたま夜中にね、その日は普段は下宿にいるんです、自分の部屋持ってて。ところがその晩は非常に忙しくて帰れなくて夜泊まったんです。そしたら夜明けの2時頃に、へさか村というね、とという字ですね、それから小さい坂、へさか村という、まあ、大体6キロです、病院から。だからもう広島の市を離れてずっと行って、こう山の中にあるんです。そこの農家の6歳の女の子が、心臓の病気で発作を起こして、でまあ何やったか覚えてません。何かやったら子供が良くなってすすめちゃったんで役に立ったんで、それで朝になって帰ろうっていうんで隣に布団敷いてもらって寝ててね、7時には起きて病院へ帰ろうとそう思ってたんで、ところが8時に目が覚めて、僕なんぼどうやったって間に合いこないからもうしゃあないって言うんで、子供寝てました、すやすや。でももし私がいなくなってまた発作が起きるとね大変だから、今日一日は目を覚まさないで寝かしとこうと、ポケットからちっちゃな注射器出してね、子供用の容量の睡眠薬を入れて、でまあ注射しようと。でね、注射するときはボンベをこう切ってね、こう吸い上げるでしょ、小さなこんな注射器です。でこう吸い上げて空気が入ってます、だから空へこう向けてね、液を下にしてこうやると上に空気がある、それをスーッとこうやって出すんですね。で青空、ものすごい青空、その青空に向かってこうやってたら青い空の上にね B-29 っていうアメリカの爆撃機が一つスーッと入ってきた。でああ来たなと思って子供の手を取ってこうやろうと思ったらピカーってきたんです。ピカドンって言います、あの爆弾のことをね、広島の人は。あのピカーはね、どこで見た人でも何でも一生忘れません。もうすごい光なんですよ。昔写真機にピシャーっていうね、あれでもって光をやられるんで、あれを1000個ぐらい前に並べてね、いきなりパッとやられたみたいな感じ、頭の芯までねツーンと白くなる、まあ、そんな状態でねやろうと思ったら光っちゃったからびっくりして、でおそらく注射器を落としたと思うんですよね。ですぐ空を見ました。でこの時私が見たものをね、今生きてて喋れる人はほとんど一人もいないはずなんです。街の真ん中で、ね、真上でパッとやられた人はみんな死んじゃいましたから。私みたいに遠くからいて、たまたま広島の空を見てたなんていうのがね、これ知ってるんです。青空のね、ちょうど広島の、ま、広島ってのは僕の、なんていうか空の感じで言うと、ここら辺なんですよね。ちょうど目の、というのは
半径2キロの丸い町ですよね。向こうは海で、こっちは私のいる山の方で、そこへ大きな大鷹っていう川がずっと流れ込んで、7本に分かれて海に注ぐ。その7本に分かれた橋がいっぱいあるところが広島です。そのちょうど真上のあたりにね、青空に赤い火のね、こう輪がちょうど指輪を横たえてこうなったようにね、こういう輪がパッとできたんです。こんなもの生まれて初めての大きなもんですから、これびっくりしてね、こう見てたら真ん中のその輪のちょうど真ん中の青空にね、小さな白い雲の塊がポッとできて、それがね、もく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 膨れながら、最初にできた火の輪にこれくっついた。広がった雲がついた途端に、その雲がね、太陽のような火の玉になりました。これね、火球って、火の玉とか言って火球って言います。これはアメリカが太平洋で核実験やってもね、映画なんか見てるとこれがよく出ます。直径がね、700メートルって書いてあります。今の本いろいろ見ると、私の目の前で、まあ、700メートルですから、私から見るとね、目の前に太陽ができたような感じがするんですよ。すっごいね、明るい光で。だからもう世の中どんどんなっちゃったようなもんでね、農家の縁側のところへペタッとお尻をつけて、あぐらかいてじーっと見てる。そしたらその火球の上の方がね、白い雲になってこうなりながら上がっていくんです。いわゆるキノコ雲の根元ですよね。それから火の玉も下があるんです。下透けてますから、その透けてる下に広島のこっちにある小山がこうあって、私から見ると町の屋根は見えないんです。で、通り越した向こうの広島湾が見えてるね。で、その隙間、下の山とそれから広島とのね、間に隙間がありますよね。その隙間のところへね、まるでカーテンが降りるように白い雲が降りた。そしたらみんなあれ、下から上まで雲だとみんな思ってる。そうじゃなくて、下はね、火柱だ。だからこっちから見てると、その隙間のね、広島市の上はね、火の柱なんですね。で、こっちから見てると五色に輝く、いろんな色に、もうあんな綺麗なもの見たことない。こんな話もしね、原爆が落ちた直後にみんなにしたら叱られますよ。みんな死んだりなんかしてる中で綺麗だったよなんてなことじゃ言えませんよね。今だから話すと、とっても綺麗でした。で、それに見とれたらね、その火柱の一番下のところ、山の境にね、真っ黒なね、横に長い帯のような黒雲がね、濃いの。そしてそれがね、あれと思って見てたら、小山の山の背をね、こっちを向けてこういうふうにこう崩れ落ちてね、それで太田川の流れがあって、両側谷になって、遠くには山脈があります。そのいわゆる盆地のようなね、間をその雲がダーッと埋めてね、そのまんま渦巻きながら私の方へ押し寄せてくる。だから太田川の向こう岸の上のね、田んぼや畑のあるこっちもそうです。人家も建ってる、お寺やみんな町や村があるわけですね。それをみんな巻き込みながらね、私の方へと見てるとね、確かにお寺やそれから神社のような森が、林があるね、そういうのが遠くから見えてますから、それまでがね、まるで地面から引っ込むからってこうなるようにね、至る所でもその雲が通るところは大変なんですよ。それをこうやって、あ、くる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 と思ってるうちにもうそこまで来ちゃってね。あれ、村の向こう側には小山がありますね。その小山の背中の上をね、
真っ黄色な雲のようなものがわーっと越えたと思ったら、その足元に小学校があった。2階建ての木造の、その小学校の屋根の瓦がね、こっちから見てるとまるでこの葉のようにわーっと舞い上がった。そこまでよく覚えてるんですけども、その次にはもうその白熊が僕の方まで来ちゃって、あーっと思ったら縁側からすくい上げられてね、大きな農家でしたけども、その表座敷と裏座敷二つつないで飛ばされました。だから私今でもよくあんな時のことよく覚えてるもんだ。こう飛んでいくとね、目の上にあの天井がある、天井が見えてたからこうね、ああと思ってるうちに天井がバカーッと吹き破られてね、農家の屋根ってのはすごい大きいでしょ。あのわらぶきの屋根がね、ぐーっと持ち上げられて飛びながら私は青空を見たんです。そこまでちゃんと覚えてるんですよ。もうそこからは知りません。いきなり向こう見のね、向こうの壁のところにあったあの大きな農家の仏壇がありました。お前ご丁寧にわざわざ早く死になさいって言うもんで、仏壇へバシャー叩くもん。それと同時にまくり上がった屋根がね、崩れて落ちてきて、で僕と赤ん坊二人、その中へガシャガシャガシャと埋め込まれた。まあ、あの農家丈夫ですからペシャンコにならない。町場のうちはみんなペシャンコになったんで、あの挟まれたりね、潰れたりして、まあ、私は幸いに空間ができてる。